4月の27、28ぐらいで企業の技術を書いた。就活のセミナーとかやったんですけど、もう本当に就活のことが何も分かんなかったので、就活って何？みたいなところからセミナーを受けてました。法規化みたいなのは、まあ、進んできてはいるのかなと思うんで、だから就活を意識しておくっていうのは、まあ、大事なのかなとは思う。ちょっと心の中でモヤモヤして、なんかこれ違うなみたいな、そこまで頑張ってないなみたいな。まあ確かに。メイキャリのあかりです。今回は2号卒の荻田さん、2号卒の真央さん、ゆうまさんに去年の4月のスケジュールとその時の就活状況について聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします私、入学卒ということで、だんだん就活が現実味を帯びてきた感じなんですけど、4月に向けてどういうことをやったらいいのかなっていう先輩の話をたくさん聞いて参考にさせていただきたいなと思います。お願いします。では早速、荻田さんのカレンダーを見ていきましょう。はい、じゃあこちらが私のカレンダーになります。で、これ緑が学校関係のイベントで、青がこの時長期インターンやってたんで、そのイベントの話になってて、ピンクとか赤っぽい色が就職活動関係で、真っ赤っかのやつが遊びの用事になってます。この時は授業とか学校が多めなのかなっていう感じで、で、この時の就活関係でやってたこととしては、就活の中でも基本的な対策みたいなところで、4月の27、28ぐらいで企業の技術を書いたっていう感じになっております。割合としては、授業とか研究がだいたい4割ぐらいで、バイト長期インターンが3割ぐらいで、遊びはあんまやってなかったんで、0.5ぐらいで、就活は3.5っていう感じでございます。すごい進んでるかって言われると、別にそうでもないのかなっていう感じで、エントリーバンバンするみたいなイメージではないのかなっていう感じです。私は一応週に1回だけグループディスカッションの練習みたいなのをやってたりはして、あとは先輩に就活の相談をしに行ったりしました。すごい、ほぼ毎日就活関係の予定が入ってると思うんですけど、就活関係って書いてあるところは主にどんなことをやってたんですか？ネタ探し含めて、学生時代何を頑張ったのかみたいなところをどうやって書こうかなっていう対策であったりとか、ウェブテストの勉強を結構してたっていうのと、自己分析ですかね、どういうこと自分は結局やりたいんだっけみたいなところを、しっかり突き詰めるみたいなところをやってたっていうのと、コンサル目指してたんで、ケース面接とかフェルについて、そのあたりの対策をしてたっていう感じですかね。すごい、いろいろやられてたんですね。めっちゃ就活やられてて、周りの方もこんなにやられてましたか？そうだね、難しいんだけど、毎日こうやって時間決めてやるみたいな人はそんなになかったんじゃないかなって正直思いますね。最初にこうケース練習とかバンバンやってるって感じだったんですけど、もうこの時期でコンサル一本に絞って就活やってたんですか？なんか他に見てる業界とかあったんですか？結構デベロッパーさんとかゼネコンさんとか、そういう都市とか土木に関するところとか、あとはコンサルっていうところを見てたっていう感じで、その他にもこの時期とか専攻やってないですけど、鉄道とか、そういうインフラ関係も見てたっていう感じですかね。なるほど。こうケースとかいっぱい特殊な対策があるコンサルを、ひとまずこの月は頑張ってやったって感じなんですかね。そうだね。あと、コンサルはさ、結局早いじゃないですか。5月ぐらいになると結構イエス書かなきゃいけないみたいな状況になるんで。いや、確かにそうですよね。それに向けて、結構早めからはコンサルに対して動くっていうのを意識してたかなと思います。結構そのコンサルの就活って割と聞かれることもシンプルだし、意外と対策はしやすいっていうのと、基本になる部分が多いんですね。その ES 書くとか Web ってとか、あと面接とかも大手企業とかでも全然使えるような基本的な部分になるところだったので、常にコンサルの対策はしてたっていう感じですかね。コンサルを受けたいなら、やっぱりこの時期、4月にはもう結構本気で就活取り組んだ方がいいんですかね？正直人によるかなっていうのが回答になっちゃうんですけど、統治化みたいなのは進んできてはいるのかなと思うんで、なんかこういう時期から就活を意識しておくっていうのは、大事なのかなとは思います。そうですね、早めに準備した方が、何事も大事ってことですよね。そうですね。これは本当にそうだよ、マジで。なんか結構もう就活バンバン対策されてるなって思ったんですけど、なんか思い返してみて、なんかもっとやっておけばよかったなって思ったことあるんですか？もうちょっと就活してた先輩の話をもっと聞くとか、なんかそういうのをやってもよかったのかなと思います。ああ、確かに全然先輩と話してなかったので、なんか本当にそれって大事だなって思います。やっぱそれやることで就活の大枠っていうか、なんかこういうふうに動けばいいんだなとか、こういう企業があるんだよとか、なんかこういう対策しなきゃいけないんだみたいなのが、結構自分の中で言語ができるんで、もっとやってもよかったのかなと思います。続いて、真央さんのカレンダーを見ていきましょう。
私はまず比率から言うと、授業2、バイト4、遊び3、就活1みたいな感じで、あんまり就活はちょっと取り組めてなかったなっていうのが本音です。で、詳細を見ていくと、就活は何やってたかっていうと、私エンカレッジっていう就活支援サービスがあるんですけど、それを活用していて、本当に就活のことが何も分かんなかったので、就活って何みたいなところからセミナーを受けてました。4月の後半になると、ちょっとだけグループディスカッションのなんか練習をしてみようみたいな感じで、本番みたいな感じではなくって、いちいち説明しながらグループディスカッションを実践していくみたいなやつにもちょくちょく参加し始めてたっていう感じになります。この時期一番多いのは長期インターンで、このメイキャリを去年の3月に始めてたので、息子の活動を中心に過ごしていました。遊びとしては、そうですね、結構遊んでたかな、サークルも結構やってたかなっていう感じです。のエンカレッジセミナーとか面談とかにも参加してると思うんですけど、これは大学経由で申し込むものなんですか？そうですね、なんか名古屋大学支部みたいなやつがあって、友人経由で入れてもらったので、公式ではないんですけど大学っていう括りで参加してました。そのエンカレッジのセミナーは、その良かったところとダメだったところとかありますか？そうだね、なんかセミナー自体ちょっと私受け身で受けてちゃってたから、本質的に就活が理解できなかったっていうのが悪かったところかなって思うんだけど、でもそのエンカレッジ経由でつながれたメンターさんはすごく今もお世話になってるので、すごくそこは良かったなって思っております。ちなみにゆうまくんはエンカレッジやってた？はい、やってましたよ。自分も大学の経由で入って、でメンターさんがついてみたいな感じで面談してみたいなことやってたんですけど、ボランティアでやってるので、なんかコロコロメンターさん都合で変わるみたいなところもあって、そこが一つ難しいところかなっていうふうに思います。なるほど。いや、めちゃめちゃ長期インターンの予定入ってるけど、すごい頑張ってたんだなっていうふうに思いましたが、なんか実際この時期は何をしてたんですか？そうですね、結構いろいろやってたんですけど、採用の面談だったりとか、あとメイキャリライブにも出演したりとか、他の撮影もやってたりとか、本当にいろいろやってました。いや、そういう感じで結構いろいろな体験ができますので、ぜひ皆さんインターンに応募してみてください。すごい挑戦料を入れておくと、ね、お願いします。はい、お願いします。長期インターンの話とかって面接のガクチカとかで話したりしてるの？もうめっちゃ話してるね。だから本当にこの時期に頑張ってよかったなって思ってて、私今まで本当に頑張ってきゃいけなかったんだけど、そのここで頑張ったことで今本当に生きてるから、就活で結構焦って対策したいって人もいると思うんだけど、逆にガクチカ作りに行くのもありなんじゃないかなと私は思うかな。どう、実際面接官の反応というか。結構興味を持ってもらえるかな。そうなんだ。どんなこと話してるの？私企画も採用もやってたから、目標に向けて企画と採用とかで頑張ってきました感じで話してる。学知課とかっていつ決めましたか？今の携帯はね、本当に秋とか冬以降、夏とかに出してたのはちょっと違くて、それで行こうみたいな風に自信が持ってたのは秋冬になるかな。なんで書いたの、その学知課って？一応書いてたんだけど、ずっと心の中でモヤモヤしてて、なんかこれ違うなみたいな、そこまで頑張ってないなみたいな。確かに一番頑張ったことだからね。うん、一番力入れたことを学知課として書かないとねって感じだよね。じゃあ思い返してみて、まーさんがこの時期にもっとやっておけばよかったなって思ったことありますか？そうですね、もっと先輩の話を聞いて、その就活の当事者意識っていうのを持ってればよかったなって思ってて、そのセミナーとか結構受けてたんだけど、結局そのズーみたいな感じで頭から抜けてたので、今思えば本質的な理解はできてなかったなって思います。でも大事だよね。自分も重なる部分ある。かなり身近な人にお話を聞くといいかもしれない。やっぱりさ、なんかこの時期そんなに具体的にアクションする機会が少ないから難しいっていう中で、そういう話を聞くみたいなところは結構能動的にできる部分だから、それはやった方がいいよね。続いてゆうまさんのカレンダーを見ていきましょう。はい、オレンジが主に、アルバイト、黄緑色のやつが、就活と、紫色が、飲み会だったりとか遊びっていう感じで、この時期としては、割合が、授業2、バイト6、遊び1、就活1っていう感じで、もうほぼほぼ就活のことはやっていなかったかなっていうような感じです。意識としては、早めに始めなきゃなと思って、就活のセミナーとか
やってたんですけど、まあ、自分も真央ちゃんと同じでこう話がツーって横に行くだけみたいな感じでした。自分たちの周りは全然就職活動やってる人いなかったから、まあ、それでもセミナー聞きに行くのは周りよりは早いかなとかって思いながら行動してたんですけど、まあ、実際こう早稲田とか慶応のバイト先の同期とかエントリーシートとかを書き出してて、ビズリーチキャンパスとか、あとはエンカレッジ、あとはワンキャリアとか就活のアプリっていうのが実際あるんだよって教えてもらって、遊びでグループディスカッションとかを練習してざっくりどんな感じ進んでいくかっていうのを把握していたっていうのがこの4月の時期になります。ありがとうございます。ゆうまさんも結構セミナーに出てたりしたんですね。セミナー、どんな内容か教えてもらってもいいですか？そうだね、まあ、コンサルのセミナーに出てたんだけど、会社の説明会みたいな感じで、そもそもコンサルってどういうことをやってますよとか、さらにこううちの会社ってこういうところに強みがあってみたいな、本当にもうそういう企業説明会みたいなのを主に受けてたっていう感じで、就活ってこういうことをやりましょうみたいな、そういうセミナーっていう感じじゃなかったかな。なるほど。就活スキルアップセミナーよりは説明会の方を受けてたみたいな感じですか？そう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 。今考えると、まあ、正直参加しなくてもよかったかなっていうのがちょっと。あ、そうなんですね。結構意外かもしれないです。4月で始めた時期にコンサル見たとて、あ、こういうことやってるんだっていうふうに把握するぐらいしかできなくて、まあ正直志望度は変わらなかったって感じです。なるほど。そのバイト先に早慶の同期がいてみたいな話だけど、そういう人たちも結構やっぱコンサルを多く見てたっていう感じなの？そうですね、最初はまあコンサルも見てましたね。なるほどね。うん、やっぱり就活のスタートって大体みんなコンサル、ホリコンってよく言わないですか？言ったよそれ。とりあえずコンサル見とくみたいな流れで、4月はみんな同じような感じで始めるんじゃないかなっていうふうに思います。なんか私とりあえずコンサルも知らなかったし、4月はコンサルが早いってのも知らなかったんだけど、なんかそういうのって本当に自然に入ってくるものなの？なんか最初にさ X でさ、こう就活アカウントみたいのをみんな作ると思うんだけど、その時にもう流れてくるのがさコンサルしかないから。そんな早い時期からアカウント作ってたんだ。うん、2月ぐらいから実際はアカウントを作ってみてたんだけど、周りの先輩たちがこう本選考に向けてこうワチャワチャしていく中で、あ、もうすぐ自分たちも就活始まるなとかって思いながらただ流して見てたって感じ。1年経ったけどどうですか？そうですね、まあ、1年経ってみて、去年の先輩と一緒で今この時期もまさに自分もこうわさわさ焦っていろいろ動いてるっていうような感じですね。なるほどね。まあ、でも危機感を持つみたいなのを最初からやっておくことは大事かもね。うん、そうですね。さっき就活に役立つアプリのお話あったんですけど、すごい詳しく知りたくて教えてほしいです。はい、一番はね、やっぱりビズリーチキャンパスはめちゃくちゃ役に立つかなって思います。最初にエントリーシートとかを書いて、ビズリーチキャンパス登録しておくといっぱいこうスカウトが来るので、うん、夏こうインターンの選考とかでエントリーシート書くと思うんだけど、その時に例えばこう3回4回選考がある中を2回とかでスカウトが来て受けられたりするので、このビズリーチキャンパス入れておくと夏のインターンとかも円滑に参加できるかなって思います。要は選考ステップが割と短くなるっていうスカウトが来るってことだよね。そうです、そうです。選考カットももちろんですし、参加確約っていうのもあるので入れておくとかなりいいかなって思います。確かに。ワンキャリアさんとか入れてなかった？エントリーシートを見るっていうだけで使ってましたね。ワンキャリアさんさ、企業お気に入り登録しておくとインターンの締め切りとか本選考の締め切りとかがリバインドしてくれるじゃん。なんか俺結構あれ使ってたんだけど、ああいうの使ってなかった？初めて知りました。マジで？そういうのもあるんですね。うん、なんかそういうのがあって、インターンの締め切りは基本いつもこうメイキャリの YouTube 見て、でそれでこう自分のカレンダーに締め切り入れといてみたいな感じで自分で確認してました。あ、かもちゃんさ、他にこういうの使ってたみたいなのある？私本当に使ってなくて、ビズリーチキャンパスも本当に最近 OB 用事訪問で使ってるくらいで、選考カットのやつは使ってなかったんだけど、ちょっとごめん、さっき言わせたんだけど、エンカレッジで、なんだろう、一括応募みたいな、30社応募みたいなやつがあって、当時受け身だった私は結構それはありがたかったかなっていうのはあるかな。まあでも登録しておくに越したことはないんで、いろいろ見てみるといいのかなと思います。もうすごい、エンカレッジさんとワンキャリアさんとビズリーチキャンパスさん覚えました。これはね、三種の神器ね、これ。はい、そんなに覚えてきます。この時期に思い返してみて、もっとしておけばよかったなって思うことありますか？これは一個あって、ズバリエントリーシートを実際に書いてみるっていうところが一番大事かなっていうふうに思います。なんでかっていうと、なんかセミナーとかいっぱい受けたとしても、全部その話を聞くインプット
で、実際こう就職活動って面接だったりエントリーシートを提出したりってい う, こう主にアウトプットな能動的な作業になるから、1個このエントリーシートを書いてみるっていうところが一番こう就職活動こう始まったんだっていう実感と、意外にもできないことがこう見つかったりとかっていうので、さらにこうやること増えていくと思うから、まず1つエントリーシートを試しに書いてみるっていうところ一番大事だなっていうふうに思います。それ大事だね。やっぱアウトプットするっていう作業、おっしゃる通りかなと思います。まだその2年生の終わりっていうことで、まだ自分がどんな職業に就きたいかとかも全然決められてないんですけど、皆さんが自分が興味ある業界をどうやって調べて、で結果どうやって決めたのかみたいなのがすごい知りたいです。全く明確じゃなかったです。自分ももうコンサル出すから、コンサルに合わせて無理やりなんか志望動機とかを考えてるって感じでしたね。この4月の時期からもうこれをやりたいんだってむしろこう決めちゃうのは正直あまり良くないのかなとは思ってて、私はどっちかというと決めてやってたんであんまり良くなかったかなって反省してるんですけど、なんかこうやりながら、なんかこれ面白そうだな、あれ面白そうだなっていう風になんかいろいろアンテナを張るっていうのが大事だと思って、いろんな会社さんのインターンに応募してみるみたいなのを、まあ、5、6月ぐらいからやっていくと、これもちげえなみたいな、なんかやりたくないなみたいなのがなんとなく見えてくるんで、やりたくないから見つけていくのが個人的にはいいのかな。僕は結構デベロッパー行きたかったんですけど、最初はインターン行ってみて違うなと思ったので、そういう体験は結構必要なのかなって思います。ありがとうございます。3人ともありがとうございました。今日たくさんお話を聞いて、最初まず始めるならセミナーとかかなって思ってたんですけど、受け身でやりすぎると大したみたいなお話もあったので、そういうところすごく参考になりました。こんな感じでこのチャンネルでは皆さんにとって有益になる就活情報やリアルな就活現場をお届けしていきます。皆さんのチャンネル登録と高評価が励みになりますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。